ではスケーラブルアート論の今日はジェネティックアルゴリズム、遺伝的アルゴリズムという部分についてお話していきたいと思います。ちょうどこちらになりますね。ジェネティックアルゴリズム、日本語で言うとこれは遺伝的アルゴリズムということで、特に遺伝のメカニズムを生成に利用するものを作る時のね、生成に創作などに利用するというお話をしていきたいと思います。まずその前にこの資料として動画を添付しているんですけども、カール・セーガンっていうコーネル大学の先生だった方がコスモスというね、これ昔 NHK で放映されたんですけども、その中の一つのお話ですね。この動画アップしておりますので、ぜひまずそこを見てほしいと思います。概要は、瀬戸内海のカニの甲羅が武士の顔に似ていると言われているんですが、なぜなのかということが解説されていますね。これ遺伝的なアルゴリズムと非常に関係があるわけです。それをちょっとまずは見ていただきたいと思います。そしてそれを見た上で、これからの話を聞いていただければと思います。一応DVD で Amazon で買えないこともないのかな、売ってるって売ってますね。まだ売ってるようなので、もし必要な人はね、必要な人というか関心がある人は、買ってもらえればと思います。結構高いのでね、結構昔の DVD です。で、概要を言いますと、皆さん見た上でここから先は聞いてほしいんですけども、漁師がカニを取ります。ネタバレになっちゃいますからね、まず見てからにしてくださいね。で、漁師がカニを取って、で、甲羅の模様が平家の武士の顔に似ていると、それは海に逃がすということですね。言い方を変えると、顔に似たカニっていうのは生き残るわけです。で、顔に似ていないと取られて食べられちゃうということですね。で、海に逃がされて生き残るので、顔に似た甲羅を持つカニが子孫を残すことができます。で、それが何世代も続くと、瀬戸内海のカニは全体的に、武士の顔に似た甲羅のカニが多数派になるという、そんな感じですね。これ要するに遺伝の法則に従って、そのあるグループの中のどんな形を持ったものか、どんな性質を持ったものが優勢になるかという流れになっていくわけです。この場合、あくまでも人為的にセレクトされているわけですけども、これが例えば環境とかね、そういうことで有利なものが残っていくというようなことが、まさに遺伝的なアルゴリズムになります。で、この添付の資料ですね、プリントをその点説明しておりますが、最初にこの右下のこれペパードモスっていう、これ昆虫ですね、蛾なわけですけども、蛾の一種ですけども、これ左の方を見てもらいますと、これは幹が白いわけです。これロンドンだったかニューヨークだったか、そのあたりの実際に生じた事実だそうですけども、こんなふうにもともと木の幹は白かったので、白い蛾と黒い蛾、どっちが鳥に見つかりやすいかっていうと、黒い方がすぐに目立つんで捕まってしまいますね。そうすると白い蛾っていうのが生き残りやすくなります。そんなわけで、この木の幹が白いうちは、蛾の中では白い蛾が優勢になっていくということで、白い蛾がよく見られるようになります。ところが20世紀以降ですね、産業革命が終わって、工業が発達して、工場から排気ガスが出るようになって、でその幹がこの排気ガスで黒くなったそうですね。そうすると今度は、黒い蛾が見つかりにくくて、白い蛾が目立ってしまって鳥に捕らえちゃうということで、黒い蛾が生き残って子孫を残していきます。というわけで、環境が大気汚染で幹が黒くなったがゆえに、優勢だった白が不利になって、黒が優勢になって、で蛾の形というのは黒い蛾が主流派を占めるようになったという話です。この場合は、さっきのカニの甲羅は人間が選択したわけですが、これは環境ですね。環境が変化して、その環境に適したものが主流派になるというようなものです。で、これはペパードモスの実際の例で、これはそれこそダーウィンのガラパゴス島ですかね、あそこのフィンチのくちばしの形とか、いろんな生物の中で見られる現象になります。で、これはここですね、生物は
環境に適応してさまざまな変化系を、まあ、品種というわけですけども、それを呈することになります。で、まあ、その環境に優勢なものが主流になっていくというのがこの遺伝的アルゴリズムの考え方になるわけです、まあ、これをシステムで実現しようというものです。で、まあ、そのためにまず前提情報として、知っておきたいのがこの生物の遺伝のメカニズムということですね。これ最初の方で生物の特徴は DNA という遺伝情報の周りをタンパク質が殻で覆っているというのが基本的な生物の形だという話をしましたけども、まあ、DNA はまさに設計図なわけですね。そこには情報が入っています。まあ、それに対してタンパク質というのはこの情報をもとに作られた形なわけですね。まあ、表現形と古代呼んでるわけですが、情報を表現したものです。これは現象、日本語では現象、まあ、情報と現象というこの2本立てで生物ができているということです。で、生物には実は大きく2種類あるということなんですね。それはクローン型と交配型ということです。まあ、クローン型っていうのは、例えばアメーバとかがそうですけども、自分で細胞分裂していくわけです。まあ、これは自分と全く同じコピーをどん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 作っていくので、クローンですね、まさにね、全く同じ性質を持った、同じ遺伝情報を持った、ものがどんどん増えていくというタイプのものです。まあ、これ細胞分裂、何でかで増える生物はみんなそうですね。で、あるいは植物などではこのクローン型で、増やしていくことがなされます。まあ、いわゆる接ぎ木というやつで、特に農業で特に例えば甘いリンゴとかですね、よく育つ稲とか、そういう特定の特徴を持った遺伝子をそれをそのまま増やしたいということです。まあ、挿し木とか接ぎ木というのはその根っこの部分は別の遺伝子を持ったものなんですが、そこにその挿し木でコピーを、まあ、コピーですね、自分の例えばよく実が実る甘いリンゴの木の枝を持ってきてそれを挿してあげて、そこから先はその甘いリンゴの遺伝子で増えていくという、まあ、クローンで増やすのが、まあ、農業でよくなされるものです。で、これをもし種から作るとなると、その種というのはおしべとめしべが合体してできるので、まあ、いわゆる有性な有性生殖みたいなに近い育て方になるわけですが、多様性が出る一方、まあ、2つの遺伝子で掛け合わせるので多様性が出るんですけども、まあ、農業従事者から見ればちょっとばらつきが出るのは良くないということで、よく農業でなされるのはクローン型ということになります。で、一方、まあ、交配型っていうのは異なる個体が交配して、そして両者の特徴を受け継いだ全く別の子供が生まれる。もちろんの親に似てるわけですけども、でも違うわけですね。で、その違いがまた多様性をというような感じのものです。で、これは特徴としては、この上のクローン型は全く同じ遺伝子なので全く同じ特質を持った性質を持ったものが出てくるわけですが、交配型は微妙に違った性質が出てくるわけですね。突然変異などで少し違ったのも出てきたりして、で、その中で現在の環境に適した品種が生き残って、子孫を生み出す、まあ、というような感じで、まあ、環境に応じて、その形が変わってくるという特徴を持っているわけです。まあ、これが交配型で、まあ、遺伝のメカニズムということです。で、これをもうちょっとこう遺伝子レベルで考察したのがこちらの方になりますね。まあ、要するに遺伝子と形、まあ、表現系、この2本立てで言ってるわけです。で、遺伝情報、こちらが遺伝情報、遺伝で、遺伝子で、DNA で、で、右側が実際に生成される個体ということになるわけですが、まあ、英語で言うとジェノタイプとフェノタイプ、まあ、遺伝子のことをジーンって言ったりしますんで、ジェノタイプで、現象表現のことをフェナメノンって言いますんで、フェノタイプなどと呼んでるわけです。で、遺伝子に基づいて個体を作ることをデコード、コード化されていたもの、遺伝子はいわゆるコードみたいなわけですね。コード化されていたものを実際の形に変えるということでデコード、これは圧縮解凍でいうと解凍に相当解凍するものですね。解凍されて、個体が生まれる。で、逆に個体からそれをコード化して遺伝子化するということをエンコードって言いますね。で、これはどっちかというと圧縮するような感じです。まあ、そんなイメージで見てもらえればいいかと思います。なので、こちらの遺伝子型と表現系ということで、この2本立てでデコードとエンコードという感じで、こういう2つの関係になります。それで、この遺伝的アルゴリズムの特徴は、このコード化されたそのコードを変化させることによって、コードが変化すると当然個体も変化するので、コードの変化で個体が変化を見るというような考え方をします。
で、まあ、実際の生物界では、その表現形、個体化されたものが環境、ここにはオブジェクティブファンクション、ちょっと難しい言葉が出ていますが、要するに環境に適したものですね、どれだけ自分がその適しているかというもの、まあ、適しているものほど子孫を残しやすいというような感じで、遺伝子が限定されてきて、で、個体が環境に合ったものに変わっていくという感じになります。まあ、ここに個体のことをインディビジュアルズ、まあ、一人一人っていう意味ですね。で、個体群、これ集まった群衆、ポピュレーションというふうに呼んでいます。で、まあ、いろんな遺伝子を持つ個体が集合して、ポピュレーションができるということです。で、その環境の適応度がフィットネスということで、環境のいいものが残っていくというタイプのものになります。まあ、実際、このね、ペパードモス、ペパードモスの例と、さっきの瀬戸内海のカニの例が全くいい例になってくるわけですが、で、大体今の話での遺伝的アルゴリズムの流れは